はい、どうもこんにちは。さて、今日はね、このタワーをもうある程度ね、完成させちゃいたいと思います。つまり頂上ですね。頂上を作っていきますということで、せっかくうまくいってたのに。よし、よ、こわ、こわ、まだここできてないのか。あぶねえ、こわ。おい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 、怖いな、これ。あと、前ここから落ちたんだよね。とりあえずここは塞いどこう、一応。塞ぎね、塞ぎね、はしごがあるからか。うわ、なんか怖いんだけど、久しぶりにここ来たら。とりあえず塞いどいて。やっべえな、なんか久しぶりにこの塔登ったから、すごい怖いんだけど。うわ、だっけ。この前ね、撮影というか、この前の動画の時はね、もう続けてやってね、もう何度も何度もこの高さから飛び降りたりとかね、してたもんでね、慣れちゃってたんですけど、やっぱ久しぶりに来るとこの高さ怖いわ。普通に怖いわ。やべえ。やばいぞ、この高さ。イエーイ。なるべく大きくしたいなぁとは思ってます。思ってます。あ、危ねえ。あ、びっくりした。あ、なんかすごい、思ったより進んでったから落ちるのかと思った。あ、怖い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 。すごいね、これ。どうしようか。この前考えたのはね、ガラスガラスで石、ガラスガラス石っていう感じでね、なんかしましまっぽい感じにしようかなと考えたりとかしたんですけど、どれがいいんだろうね。石じゃない、ちょっとね、この石レンガにしてみようかなと思ってきたんですけれど、どうなんだろう。怖え。どうなんだろう。分かんないね。分かんないね。まあいっか。まあいいよね。あんまね、いつまでも悩んでてもしょうがない。ダメだったらね、1年後くらいに直せばいいんだよ。1年後って。はい、どんな感じ？あ、結構いいじゃん。結構いいじゃん。なんか結構良くない？これ。このレンガの感じとか。で、またガラスなんですよ。よりいいかも。うわ、これ落ちてるだろ、もう。ブロック乗ってねえよ、これ。ガラスはね、大量に持ってきたので、まあなんとか足りると思います。まあどんくらい時間経ったんだろう。どうどうどう。これめっちゃいいんじゃない？これ結構思ってたよりなんかいい感じなんだけど。あとは広さをどこまで広げるかだよね。まあ本当にね、結構でかくていいんじゃないかなと思ってるんですけれど、せっかくだしね。あ、多分ね、これ高さが上限だと思います。これ以上は高く積めないと、あ、1段分積めるとは思いますけれど、それ以上は多分積めないと思います。もう一応ね、柵を作るために1段分だけ下げといたので、1段は高く積めると思うけれど、2段目以降はもう積めないと思います。何？信じられないって？お前の言うことなんて信じられるか？だと？なんだと？じゃあいいよ、見せてあげるから、ここ終わったら。わあ、すごいな。これは思ったよりいいかも。これまた石レンガっていうのがいいのかもしれないね。石レンガ、石をまた結構使うんですよ。よし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 、いいねいいね、結構いいわ。なんかもうこれ、すごいいいわ。 どうしようかな。このハサミをしまって白に塗ってね。見てて、こう1段じゃん。これ以上は詰めない。
ほらほら、あれ変なとこ行っちゃった。ほらほらほら、ね、嘘じゃないでしょ、嘘じゃないでしょ。別に疑ってねえよって一部の人から思われそうだけれど、暗いな、ちょっと暗いな、ここら辺怖いな。敵が湧いてね、ビチクって攻撃食らったらね、あーれーって一撃で落ちていくからね、それほど危険な作業をしているので、ちゃんと明かりつけておきます。あ、ここら辺大丈夫だよね。よし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 、いいえ、すごいすごい、するとまたなんか新しく作り始めたいところだよな。何作ろうかな。やっぱりちょっと現実的というか、なんだろう、噴水とかさ、牧場とか畑とか家とか、現実味のあるっていうの、もう少し非リアルな感じのものも作りたいよね。まあこの塔十分非リアルなんだけどさ、そういうことじゃなくて、発想が非リアル的な、日本語って難しいね。何作ろっかな。あ、今すごいいいもの考えちゃった、いいもの考えちゃったんだけど、ちょっと噴水と被るんだよな。どうしよう、ネタとしては面白いんだけれど、噴水とちょっと被るんだよな。メモしとこっかな。あ、時計台とか面白いかも。たまたまとある動画を見てね、思ったんだけど、時計台か、でっかい時計台ね。ちょっと時計台っていうとね、僕はね、どうよ、え、これすごいいいよ、すごいいいよ、ちょっとあれだけもう使っちゃおうか、これあるだけ広げて、あ、これ石じゃん、もったいね、石は破壊するとね、丸石になっちゃうんですよね。ってことはこれが最後の石レンガか、いや、これが最後になっちゃうかな。ちょっとね、馬を捕まえたり狼を捕まえたりとか、あとは釣りとかもちょっと やりたいんだよね。釣りはアップデートが来たからね、それであの生魚以外も釣れるようになったので、釣りもちょっとやりたいんだよね。あれ、これ石レンガ足りない系、うわ足りね、うわ今回で完成させようと思ったのに、あらら、あれまー、あれまあ、あれまあ、ごめん、今回で完成しませんでした。で、取りに行けばいいんだよな。さて、また作って持ってきましたが、ちょっと今回で完成は しないかもしれません。ちょっとね、またいいこと、いいことなのかわからないけれど、ひらめいちゃったもんで、ちょっとそれをやろうとすると今回で終わるのはちょっと微妙な感じかなということで、終わらないかもなということで、ちょっと今回では終わらないかもしれません。とりあえず今ある素材分だけでもやろうかなということでいきます。まだいい方ですよ。アイディアが出てくるうちはね、アイディアが出てこなくなっちゃったらね、もうマインクラフトはね、やれないよ、やれないのと同じだから、ね、アイディアは大事だよ。ということで、まあ今回塔がね完成しなかったとしても、
まあよりすごいものができるということでね、その次回を楽しみにしてもらえればいいかなと思います。まあちょっと今手持ちのアイテムを見てね、何をしようとしてるのかなんとなく分かっちゃった方もいるかもしれないですけれどね。そう、その通り。すごいな、やっぱ昼間は高えな。右下あたりに見える畑がまたすごいね。でかいもんね、あの畑は。畑ももう少しね、なんかただの畑じゃなくてね、もう少しね、なんか変わった感じの畑にしたいなと思います。自動収穫みたいなのはね、作れそうにないのでまだ挑戦はしないつもりですが、パート300くらいになった時はね、やってみようかな。いつの話だよってね。いいねいいね、結構広くなってきた。これね、ちょっと気づくの遅すぎたんですけどね、この何、どんどん上を広げていくにつれて使うアイテムの数が増えていくんですよね。今更ですけど、だから石レンガが計算と合わなくて足りなくなったんですね。広げるたびに使うアイテムの数も増えていく。すっかりその計算をしてなかった。すげえなこれ、結構、うわ広っ。これもう結構広いよね、めっちゃ広いよ。まあでもね、5コーキタワーって名付けちゃった以上ね、この塔を5種類作るっていうのもありかもしれないなって思ってたりするんですよね。マジかマジか、そんなこと言っちゃっていいのかってちょっと思ったんですけれど、この塔を5種類、5個じゃなくて5種類作るっていうのもありじゃないのかって思ったり思わなかったりでね、その塔と塔をつなげるとかね、なんか架け橋みたいに、それも面白いんじゃないかなとは思うけれど、まあそれはまあ置いといてという感じで、はい、とりあえず今回はこれで終わります。すごい、これはすごい、え、これ結構すごいよ、なんかうわっていう感じだね。はい、ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。